許正英は、新末、中華民国の政治家、外交官。北京政府では安徽派に属し、一時は国務院総理も務めたことがある。国民政府では駐日大使となった。字は、春人、成人。比較的富裕な地主の家に生まれる。1891年に秀才となったが、里見には2度落第した。1897年に抜け貢に選ばれ、同年の礼部における管理東洋試験に首席合格した。翌年、刑部構成司副主考、主考を歴任し、さらに勅令司主考となる。以後も、四川省などでも、官職を歴任し、1902年に刑部六品主事に昇進した。1905年10月、新潮が準警部門を新設すると、北京外上準警総庁長、進主警の推薦により、許正英は、同庁行政処検事に就任した。1906年の年末審査により、警察一等の評価を受け、四品任用の資格を得た。1907年4月、東三省総督、女性省に任用され、東三省での司法機構創設の準備に従事する。翌年に、法典高等審判庁長進に任命された。この時、日本中法典領事、広田光輝、副領事、有田八郎と知り合っている。1910年春、許正英は、助検らと共に、司法と監獄の実情視察のため、欧州各国を視察した。帰国後の1911年11月、三政府正使に任じられた。間もなく袁世凱を支持して、三世準部バリスズランと共に、戦闘艇退位を求める文書に名を連ねた。1912年5月、長スズランの推薦を受けた、許正英は、袁世凱により、代理委員長に任命された。陸印省内閣、張平等内閣、段祺瑞臨時内閣においては、司法総長を務めている。政党活動では、助検らと、国民共進会を組織し、後に国民党に合流している。しかし、1913年3月に、宋教仁が暗殺されると、国民党員でありながらも元は、司法総長として、審理につき困難な立場に立たされ、革命派の高校らから厳しく糾弾された。同年10月、法典省民政庁に移動する。1914年春、薬法審査員として、中華民国薬法の増補改正に関与した。同年5月、福建民政庁に任命されたが、福建森郡市李光輝と不仲であったため、1916年4月、辞任した。袁世凱の死後、許正英は、遅延から段祺瑞率いる安徽派の一員となる。民国5年6月、内務総長となり、翌7月には、交通総長となった。しかし、府院の争いの中で、黎元博から、津浦鉄道をめぐる収賄案件を糾弾され、1917年5月に、元は一時逮捕されてしまう。間もなく、無罪となったが、交通総長は辞任せざるを得なかった。1918年、中医銀行総裁に就任した。1921年9月、安徽省長に就任する。しかし、1923年に軍縮を図って、安徽忠尻馬、連ね公と衝突し、辞任に追い込まれた。同年2月から11月まで航空省、忠弁を務める。1924年10月、段祺瑞の命により元は、孫文と対面し、勅令派討伐を図る。その後、馮玉祥による北京政変を経て、許正英は前後会議秘書長となった。民国13年12月以降、段祺瑞は臨時執政として国務会議を主催し、国務院総理をしばらく置いていなかったが、1925年12月26日、国務院総理の職が復活し、元が総理となった。内閣の組織では、元は中国国民党にも配慮する人事を行ったが、結局は国民党人士の支持を取り付けることができなかった。翌年2月15日、元は総理を辞任した。5月に段も下野に追い込まれると、元は段に随従して、上海に逃れた。国民政府成立後の1928年10月、許正英は、賑やか無委員会委員長に起用され、全国で社会救済事業に取り組んだ。1936年2月、駐日大使に任命され、翌年9月の盧溝橋事件後は、日本との交渉を受け持った。ドイツの仲介を得ながら、元は日本側と交渉を続けたが、南京陥落などもあって、不調に終わる。1938年1月20日に、元は帰国した。帰国後、許正英は、国民政府の全国賑やか再委員会を主管し、再び社会救済事業に取り組む。1938年12月には、中央救済準備金保管委員会委員長に異動した。日中戦争後の1947年4月には、行政院政務委員権納蔵委員会委員長に就任している。翌年12月の辞任後は、一旦香港に移住した。1950年に台湾に移り、総統府市政に任じられた。1964年10月13日、台北で病没。享年92。ありがとうございます。